動画の視聴ありがとうございます。ここでは私が直前期に担当する合計66点アップ特訓講座について説明していきます。こちらの講座、コンセプトはもうただ一つ。直前期になるといろんなことをやりたくなります。でもいろんなことをやってしまって結局どれもこれも鳴かず飛ばずで終わってしまう、そういう方を多く見ています。この試験絶対出るテーマってあるんですよ。会社法だったら設立、民法だったら時効。まず絶対出る分野をガチって固めませんか。絶対出る分野をガチッと固めて、その上で周辺部分をその後ね徐々につけていく、この方が効率的だと思うんです。今回の講座ではこの毎年まず出るその部分をガチッと固める、そういう講座としてこちらを企画しました。具体的にはポイントは3つあります。まず1つ目、ほぼ毎年出るテーマを必ず得意にする。もうこれがコンセプト。じゃあそのための手段は何か。講義でインプット、復習でアウトプットをする。講義自体はインプットとアウトプットが一冊になっている教材を使います。イメージで言うと、左がアウトプット、右がインプット教材と思ってください。左のページがアウトプット、右のページがそれに対するインプット部分と思ってください。講義ではこのインプット部分を説明していきます。で、復習の時は左側のページのこのアウトプットの問題を解いておいてください。インプットができているのか、その確認をしていく。で、その上で例えば間違った問題があったとしましょう。4番を間違えたとします。その場合は右の方で星の4というのを探してください。あ、自分まだここが入ってないんだな。それが分かります。インプットをする、そしてアウトプットをしてインプット部分に戻る。1回インで1回アウトで1回戻って1回、一つの分野につき3回脳に入れてきます。はい、これがこのポイント2。講義でイン、復習時でアウト、これが固める手法です。そしてポイント3。いろんな教材に手を出すからこそ効率が悪くなり、定着も悪くなります。この教材では必要な過去問、必要な答練問題、全部入れてます。この66点部分に関しては他の問題をやる必要は一切ありません。この問題をとにかく繰り返してください。それで取れるようになります。これが私が担当する66点アップのざっくりしたポイントです。次にこちらの方にスケジュールが載ってます。こちらの講座ですが3つに分けてます。民法、不動産、会社、マイナーと。そしてこの会社消灯法、マイナーと皆さんが手薄にするものに関しては3月にもう配信をいたします。できれば3月から4月に入るまで1ヶ月の間でこの会社法、マイナーの部分の核は作っちゃってください。そしてそこから4月以降はその周辺部分をやって知識を習得してください。一方、比較的取っ組みやすい民法に関してはちょっと開口時期を後ろにしています。ある意味1ヶ月ちょっとゆっくりめにやっていって、でそれが終わったら周辺部分を潰していくと。まずは会社法マイナーの方をしっかり固める。でその後民法の方を固めていくと。こういったスケジュールでやっていってほしいんです。全科目もちろん受けられますし、こういった3つの部分に分けて受講することも可能です。これは私が担当する66点アップのざっくりした内容になります。民法不動産初回に関しては無料体験等もできるようにしています。ぜひ気になる方は聞いてみてください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。